旦那様はシエル・ファントムハイブの体を支配したまま私と契約した。哀れシエル・ファントムハイブの魂、もはや表に出ることはかなわない。旦那様の魂は契約により解放されるまでは。それだけじゃないのよ。ちこちさん、ほら、私より胸でかいのよ。ロリ顔で巨乳、これも萌えの重要要素の一つなのよ。知らん。まあ、本当の巨乳。なんか腹立ってきたわ。こんな可愛らしい顔して私より大きいなんて。アホか、お前は。でもめっちゃでかいのよ。マジよ。あんたも触ってみる？やっぱりそうなのね、あなた。気を失ってる女の子に手を出すなんて。ママ、このお姉ちゃんが母ちゃんに。違う、私は。何が違うの？ゆうちゃん、何やってるの？さっきから歌がどうしても斜めになっちゃって。ああ、まあそういう人いるよね。ちょっと不器用っていうか。よくやっちゃうんだ。はい、こういう可愛い欠点がみゆきさんと似てるんだ。くらいはね。うぜえ。なんで引かないの？そこは私との差を感じて引くところでしょ。くるみちゃんの方向から聞こえてくる。後ろに誰かいるのかな。じゃあこのルビーパフェをもらうぽや。同じので。かしこまりました。こっちも注文頼むよ。はいはーい。何やってるの。私は不思議。その犯人を裁いてくれたのはキラ。私にとってキラは絶対的な存在。どうしてもどうしてもあなたに会いたかった。お礼を言いたかった。だね。でも私はそんな運命論には興味ないんだ。人と人はどんな関係であれ信頼で結ばれてるものだと思うから。ほう、それが繋いだて？恋人ができない負け惜しみかな。いい歌だよ。ありがとう、しんちゃんのおかげで元気出た。頑張ってまたミリオン売らなきゃね。